マコナコです。ブラッドステインド、2020年5月の7日に新たなコンテンツが追加されたそうなので、早速やっていきたいと思います。まずゲームスタート。これはニューゲームで、今もう入力済みですが、残月、これでスタートをすると、このようにキャラクターミリアム、主人公だけではなく、主人公の女だけではなく、残月も選べるようになってます。これでまた新たな物語があるそうなので、早速やっていきたいと思います。いきなり説明出てるね。霧、大霧、大霧、これいろいろと動作が異なっている。区内、この Y とか X は Xbox の操作なので、ちょっとプレステの今コントローラーで PC 版で遊んでるんだけど、ちょっとね内容が変わるんでね、まあ、このように今 R スティック、左側のスティックを動かすと魂縛りというような感じのものも発動される。多分これがモードなんか切り替えなんでしょう。これが虚空剣、荒神剣で、これが飛び混合クオン、多分これはカウンターかな。こんな感じの技があるこの残月でちょっとやっていこうかなと思います。どんな感じに物語が変わるかとかね、そこら辺、まあ変わるかどうかも分かってないですけれども、新鮮な気持ちで。マップもね、でもこれ変わってるな、マップ自体こんななかったんでね、こんなの。レベルアップ、移動速度アップはないのかな。これで違うな、これで移動した方が早そうだね。で、特段ここは何もない。いやー、でもまさかのね、新たなコンテンツ追加、しかもこれ無料で遊べちまうんだぜ状態なんでね。もちろん本編は買わなきゃダメなんだけれども、これまだワープはできない。ここまでお得なゲームがあっていいのかと言わんばかりのね、このゲームは、まあ、この音楽でね、本当に魅力的なの。ずっとこの音楽聴いてたんだけど、いや早くこの音楽とともにまた遊べないかなと思ってずっと待ってたけど、ようやく5月7日追加されました。でプレステ4と Xbox、 そして PC 版、そこら辺では遊べるんだけれども、 Nintendo Switch は少し時間がかかるみたいな感じのことが書かれてたので、まあ、そこら辺 Nintendo Switch の方は少し待たなければいけないというのは、まあ、多少残念なところ。これ一発だな、敵、まあ、残月が強いのか敵が弱いのかは分からないけれども、 Nintendo Switch はもともとちょっといくつかトラブルが早い段階からあって、そこの解消にも時間かかってたので、まあ、そのあたりが影響してるのかなという気はするけどね。休息図式、これいいね。 MP は使うのかな、これ。あ、 MP 使ってるね。まあだがそれ以外のユーザーは忘れずにね、ぜひとも遊んでもらえたらと。どういった変化があるかもね。でこれだけではなく、もう一つなんかタイムアタックモード的なものが、いろんなランダムマップによってのタイムアタックモードみたいなものもあるそうなので、ランダマイザーかな、ランドマイザーかランダマイザーか分かんないけど、まあ、そうしたものも別途追加モードでありますんで、これとは別にストーリー楽しむもよし、そうしたタイムアタックを楽しむもよしで。炎だとなんだろうな、ちょっと距離が短くなるのかな、そうでもないか、どういう違いがあるか分かってないんでね。うん、この投げ物もいいね、鎖でも投げるの。うん、ダメだな、ついついなんかミディアムでやってた時の移動速度高速化のやつを考えて別のボタンを押してしまうけど、それでも届く距離は限定的のような気がする。また斜めもこれ反映されるので、うまく入らないことも多い。ちょっともう操作忘れたな、他になんかいろいろあってるの気がしたけど、二段ジャンプは最初からできる。さて、できれば手早く霧のいいところまでは
プレイを終えておきたいんだけれども、ボスとかどうなるのかな、同じようなボスになるのか、これセーブも同じような感じでできるようになってます。さてセーブを終えて、間もなくボスも近づいてると思いますが、まあ、当然本編遊んだ方だったらばここら辺の流れは分かってると思うけど、どこにねボスがいるかとかね、最初のボスで苦労させられたからこれどうなるか心配なんだけど、うんうん危ないね。まあ今これをやった後にもう一回ジャンプもその後できるので、うまく使えば手早く移動ができそう。いるねボス、さてこれはこっち側、いやーでも久しぶりだなこの手のアクションやるのも。まあちょっと同じようなタイミング、この5月にまた追加コンテンツがありそうなもの、あこれあれかな、火つけるには、違うのか、今燃えたね、これで突破。ロードストー戦記そのゲームも結構これに近いような横のアクションになってるんで、移動しながらアイテム集めてっていうね感じの、そこら辺も楽しみにしていたんだけど、まさかこっちがね急にこれやってきたからね、事前アナウンスがほとんどなく2日前ぐらいに出ますよみたいな感じで、なのでまあこれ今箱なくても大丈夫かと言いつつ失敗している。なのであまりにも突然だったので出ることを知らなかったっていう人も当然いると思うんで、あーなんか乗れないかなあれは、んダメか、でもなんだろうな、受けるダメージとかもほとんどないしで、バランス的にはどうなんだろう、序盤が簡単なだけなのか、あとちょっとカクつくな、なんだろうなこのカクつきは、本編やってた時はこんなのなかったような気がしたけど、よりカクつくんでね。さてレベルアップ、そろそろボスのはず、ちょっといろんな技改めて確認したいので内容見ておきます。うん、技の説明が見れないな、ここをボスだと思うからちょっと一旦下がって、一旦セーブやってから、んでは戦いましょうか。うん、特段ストーリーとかなく、だから受けるダメージと考えると、あ何やってるんだろう、あ、もう倒し終わったね。ちょっとノーマルだと強すぎるのかな、こっち側が。さてオープニング、まあ、ムービーとかなんかそうしたものは全然入ってなくて、普通に物語を進めていくかのような、もうあくまでもアクションを楽しむかのようなゲーム内容になってるように思います。こんな感じでも倒すことが可能、他のキャラクターいるかどうかでね、このあと街が現れるけど、あ誰もいない、あのぶっ殺しておくれのおばさんもいない、アイテム買えないのかな、アイテム買えそうにないね、写真撮影もできそうにない、いやー音楽が音楽がほんといいね、サウンドトラックもね買ってるんでね、ちゃんと。さてじゃあもう少し進めていきましょうか。あれこれは今進めないかと思ったけど、さしてレベルアップ、これそのまま右行けばいいんだっけな、あとあとあーワープポイント一応開けとこうか、こっちがあったはず、
うん、2つ。うん、アイテム取ってないもん。何やってんだ俺は。アイテム取ってないもんね、よくよく考えたら。え、開かないこれ。あ、違う、上からか。あ、そんなんだったっけかこれ。あ、なるほどね。切れば壊せて中に入れる。さらに進んでいきましょう。そろそろ城に到着。これが楽なのかな。まあ操作ミスると間抜けだけどね。で中入れない。下からでよかったっけか。休息図式。あれこんなところあったっけかな、こっち側。休息図式。これ道中の敵も倒してくれるから。これ無敵あるのかな。壊せる。さらにいける。なんだろうね、怪しげな女神像。こっち側通れないか。あ、何をやったらいいかがわからなくなってきたか、突然。うん、ここは、ここ抜けられんだね。なるほどね。上行けって話でもないと思うけど。あ、でも上行けそうだね、行こうと思えば。休息図式、休息図式、休息図式。となると、休息図式、休息図式、休息図式。この人坊さんになった方がいいんじゃないか。だからそんな気がするよね。ずっと休息図式言ってるけど、何かありそうだね。ボス戦か。いや違うな。あれどうだったっけかな、ちょっと内容忘れてるけど。ここでも、あ、早くも水の中入れる。特に HP 減るとかはない。壊せるか。壊せないね。となるとダメか。ん、ダメか。あれは引っかかんないか。これは自分がミスをしてるからダメなのか、それがちょっと分かんないな。よし、いけた。でも初期こんなところ行ったっけかな。結構ここに来るのまだまだ先だったような気するけど。当然本編とルートが違う可能性があるんで。あ、ダメージ食らってるか、こっちも。これ HP 回復。そかそか、休憩場所じゃないと回復しないか、ひょっとしたら。しまった、しまった、しまった。レベルが上がると回復したっけか、このゲーム。しなかったよね。なんかだんだんとだんだんと怪しくなってきたんだけど。今の当たってんの。またなんか嫌なエリアに行きそうなんだけど。エントランス。え、なんかだんだん怖いんだけど、これヘマしそうで。壊せないか。だが今のところ敵は出てきてない。こんなところあったっけかな、このエントランスは。ちょっと覚えてないな。ここか。あー、なるほどね。確か右側って休憩場所のはず。ということで今回はここまでで終えたいと思います。新たに追加された残月モード、また別途もう一つモードがありますので、興味ありましたらそちらも遊んでみてください。また本編のクリアデータあっても遊べないっていうね、人がいるそうなんですが、どうももう一回セーブデータ、最後のクリア近いセーブデータを用いて遊ぶことによってちゃんと反映がされるという話があるので、もしこのモードが表示されない場合は、ダウンロード後に表示されない場合は、そこら辺も試してやってみてはどうでしょうか。では今後もブラッドステインド
残月のモード遊んできますので、続き興味ありましたらぜひチャンネル登録とまた高評価よろしくお願いします。ではでは。